昨夜、木曽町で天下の奇祭と呼ばれる神輿まくりが開かれました。400キロ近い神輿が転がる様子に歓声が上がりました。掛け声とともに豪快に神輿を転がします。木曽町福島の水務神社例大祭神輿まくりです。この祭り、最後には神輿を壊してしまうことから天下の奇祭と呼ばれます。掛け声の宗助宏助は木曽から飛騨の国へ出稼ぎに出ていた兄弟のこと。二人が戦乱から神様を逃がすために神輿で運び出し、転がしながら木曽へ避難させたというのが祭りの起源とされています。神輿が壊れていく衝撃がもうたまらないです、ね、もう最高です。400年以上続く奇祭に木曽の町が熱く盛り上がりました。